陽精官は、江戸時代後期に、伊予国小松藩が、陣屋所在地のスフ郡、新屋敷村に設立した藩校。1802年、小松藩第七代藩主、市柳頼鹿の下、と、武行人、竹花聖州の信玄によって学問所、土川太地公として設立された。翌1803年には、馬郡小林村出身の儒者、近藤厚志さんを招聘。厚山は、 小平校に習って学校を整備し、校名を養成館に変更した。通常犯行は、藩士指定とその関係者のみが通うものだが、小松藩養成館においては、藩士の指定にとどまらず、農家や商家のものであっても入校を許した。これは当時としては、画期的な方針であった。厚山は、天保十三年に隠居し、その後は厚山の長男である、 近藤波次男である近藤貴さんによって教授が受け継がれてゆく。1872年7月、廃藩置県によって小松藩が廃止されるのに伴い、藩校も廃止された。養成館の跡地には1872年8月の学生発布後、小学校、一番学校が置かれた。この一番学校は、その後の変遷を経て、 最上市立小松小学校の前身とされている。また、養成館で教えを受けた人々は、明治期に地域でいくつかの学校の設立に関わった。市柳恵ビ助の養成学者、市柳春次と近藤春志図による小松市学校養成館などである。市柳春次は、小松町立実用女学校の初代校長となり、また、 私立市安中学校の設立にも関わった。第二次世界大戦後、小松町立実用女学校と私立市、安中学校を合併して設立された、愛媛県立小松高等学校は、養成館の伝統を継ぐ学校とされている。同校の校舎の所在する丘は、養精が、丘、同窓会組織は、養成会と命名されている。ありがとうございます。